エージェンツ・オブ・マンは2000年に結成されたアメリカ合衆国のニュージャージー州のハードコア・パンク・バンドである。2000年にブルドーズ、トレーン・オブ・ソート、NJ ・ブラッド・ライン、ワン・ヨン・ワンのメンバー中心にエージェンツ・オブ・マンが結成された。当時のメンバーは、ブルドーズから、プダ・ NJ ・ブラッド・ライン、ワン・ヨン・ワン、エレメンツ・ DEC から、レイ、トレーン・オブ・ソートからザック、ジョン。 エレメンツ DEC からラジャである。2001年アルバムを発表をし、ニューバンドらしい、ハードコアを作り上げた。その後、ラジャが脱退し後者はクリスに変わった。2003年には EP01 の国内版の発表や初来日に果たした。ジョンは他の音楽関係をつくために脱退し、後者は元スワーンエネミーのマイクになった。2005年にはセンチュリーメディアから、 カウントユアーブレッシングスを発表し、ツアーをしたり次々と知名度を上げました。2006年に解散し、2014年と2015年には再結成ライブをしている。2018年には大規模なフェスや参加をし、本格的に活動をしている。今にはジョンが復帰していた。ありがとうございます。